はい、それではドントスターブトゥギャザー実況続きやっていきたいと思います。前回から冬に入っていて現在25日目ですね。で、近くにこんなペンギンたちが生まれてしまってというか住み着いてしまってで、食料の方はまあそんなに悪くないですね。この産地が回復するジャーキーもいっぱいできそうですし、意外とそのジャーキーも大事ですからね。ジャーキーはジャーキーでこっちに固めておこうかな。よっと、これは別に固めておかなくていいかモンスターミートのジャーキーは別に大丈夫か。よし、まあちっちゃいお肉もジャーキーにすると産地回復するのでまあいい感じですね。で、もし仮に冬のボスが出た場合はまあ戦おうかということにしているので、それの用意もしていきたいと思います。まあ武器類ですねをしっかりと集めておきたい感じです。まあ、武器はこっち、武器はなんかどっかにまとめておきたいな。こっちの方がいいか。パンフルート一応持っとこうかな。まあ、パンフルートあれば眠らすことができるので、よっと、まあ、武器こっち入れとくかな。あ、間違えた。ということで続々と参加してくれています。みんなガチャガチャしてますけどこれは木の鎧じゃなくて草の鎧か。よっ、こっちに固めておこう。まあこんな感じでそれ戦いの準備も始めていきたいと思います。まあテント3つあるし、その1つ目のやつとまともに戦ったことないんですけど、多分勝てるような気がするんですよね。何を根拠に言ってるのか全然わかんないですけどだからちょっと木の鎧を、作るためにこうきっちりとね、木を植えていきたいとは思っています。よいしょ、冬でも木は成長するのでしっかり植えていきますよ。で、今回は5人ですね。ウィッカーボトムさんがご都合が合わなくって、よいしょ、とりあえず冬はそんなにやることもないといえばないので木を切りに行こうかな。鎧とかいっぱいあった方がいいんですけど、あと草が割と不足してるみたいで、鎧を作るためのロープは草からできるので、その辺もまた取りに行きたいとは思っています。で、草がないと木が炊けないんですけど、あれ、これ草全部取られてんのかな。あるよね。あ、あったあったまあちょっと遠出しながら資源集めも大事なのでやっていこうと思います。うん、まあそんなに困るような装備ではないので大丈夫だと思います。あと、まあ、ウェーバーが仲間にしたクモはみんなを襲わないのか実験もちょっとしてみたいですし、何これ腐りかけだ、この種危ない、何これ焼いて食べるか後でよ。なのでその辺もまた試したいなとは思います。あ、子供産んでる。まあ、ウェーバーの一つの、もう一つの特徴というか特性ですからね、クモを仲間にできるという。だからモンスターミートを一応持ってるんですけど、どうかな。あ、でも右側に一匹いるぞ。一匹というか、クモの生息地があるみたい。てか、お腹減ったから一個食べよう。よいしょ。どこかな？あ、この辺か。よし、ちょっと上げてみるかな。よっ。だーだーん。お、多分仲間になってく、なんかすごい怯えてる。何に怯えてるんだ一体何に怯えてるの、この雲は。よくわかんないけど多分ついてきてくれるはず。お、バッチリ。じゃこれで拠点戻ってみるかな。あ、なるほど、夜じゃないと苦手だから夕日が眩しいのか。よっ。で、どうしようかな。草集めながら一回野宿するかな。そうします。はい、花を適当に取りながら。産地もちょっと危ないので48。これ仲良くなったクモと一緒にいると産地が回復するとかないのかな。ないのか。豚にはあるのに豚にはあるのに、くそー
雲あんまり優遇されてないな。よっ、これ牛襲ったりしないよね。大丈夫かな。大丈夫そう。よしよし。まずい、遠征中に遠征中なのに狼の鳴き声がするぞ。これよろしくないのでは。松明は一応あるか。あ、なんか花食べちゃった。どうするかな。産地がまた結局50を切ってるという。頭痛い。冬は夜が長いからな。これ夜明け前に来てしまうか。あ、一応これ松明もう一本作っとこう。危ないぞこれは。これ夜明ける前に襲われるっていう可能性ある。遠出したばっかりに大丈夫かな。クモ一匹でどうにかなるかな。いや、ならないな。絶対ならないな。このクモコンビでどうにかなるかな。クモコンビのツーショット、これがウェーバーの最後の元気な姿であったっていう風にはならないように、ちょっとあー、やばいやばい、木が、あ、来るかも。これは来る可能性大。これ来たらとりあえず松明持って拠点の方に逃げ帰ろう。産地が怖いけど。来るか。来た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 。危ない危ないっていうか完全に噛まれてるけど。よよしよしよし、いいぞいいぞ。あー、白いのも来てる。いまいち方向感覚が分かってないけど。あー、でも戦ってもよかったのか。いやー、でもちょっと量が分かんないからな。ちょっとその辺は難しいか。狼のおかげで産地がゴリゴリ下がっていく。松明は大丈夫だ。松明は大丈夫だけど、多分南に下ってれば。そろ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 夜が明けてくれ。なぜ開けないのかもっと早く開けてもよかったような気がするけど。あー、でもそうだな、牛になすりつけてもよかったかもな。でも3匹しかいないので多分戦えるかな。これは戦えそうな気がしますけど、拠点に引っ張ってみんなで戦った方が安全な気もしますので帰りたいと思います。うん、でも大丈夫だと思うんですけどね。よっ、とりあえず帰ってきたけど誰かいるかな。産地がねえぐいことになってて誰もない。わかった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 、やってやるぜやってやるぜ。ウィグフリット頼んだ。よっ、ということで勝ちました。あ、僕の仲間にした雲、あ、大丈夫なんじゃない。ダメださらば、ダメだった大きな声を出してしまいますね、ダメすぎてね。まあそんなこんなで一応クリアはしましたけど、産地が危ないですね。これは食料は大丈夫なのか。あんまり大丈夫でもないか。これとりあえずモンスターミートを食べてテント使うかな。テント使うかちょっと迷うんですけど、まあ3つあるので18回分かな、18回分あるので多分使っても大丈夫だと思うんですけど、まああんまりね出し惜しみしてても仕方ないといえば仕方ないので、次使ってとりあえず産地は回復しておこうかなと思います。とりあえず狼の襲撃クリア。まあこの辺の花取ってもいい。いやー、よくないか、よくないな。はい、で一応ロープは作れると思うので、多分ね木は余ってると思うんですよね。あ、余ってる余ってる。よし、で鎧をスペアはどうなってるかな。おお、ウィグフリットの槍が、バトルスペアがいっぱいありますね。よし、いい感じ。お、なんかよくわかんないアイテムもあるぞ。ブルージェムが一つ落ちてる。
そうだ、トゥーストラップも作っておくかな。せっかく縄取ってきたし、うん、作ってもいいかも。よいしょ、多分木の鎧余ってますからね、作っておこう。これで何か困った時に何か対策になるような気がしますなんかざっくりとしたこと言ってますけど、どうしようかな。もし一つ目が現れた時は拠点から離れて戦いたいので、この辺に作っておくか。だからこれを、あるだけ作れるだけ作りましょう。よっよっ、よいしょ。でこの上を歩いてもらうという感じで、で石も余ってるのでファイヤーピットも予備に作っておきたいかな。多分拠点から離れて戦う時に凍え始めたらすごく困るので、よし、あと2個。よし、こんな感じでここを歩いてもらうってことにしよう。でここにファイヤーピットを1個立てとこうと思います。うん、多分予備になるはず。それがきっと何か意味のあることなはずここからも石出たっけな。氷しか出ないんだっけ。あ、氷しか出ないな。はい、ということでこの辺で一つ目のディアクロプスと戦うってことにしておきましょう。うん、多分大丈夫だと思うんですけどね。ちょっと食料が危うくなってきたのでブーメランでウサギ狩りを決行したいと思います。割とね、やっぱり人数がいると思った以上にさっさと食料がなくなっていくので、うわー、あの足跡辿るのちょっと怖いな。足跡はスルーしておくか。まあベリーとかもまだあ、こういうのも倒せるか。あ、あれ、これブーメランキャッチしなくてもダメージ食らわなくなってる。なんということ、素晴らしい。そんな生ぬるい仕様になってしまったのか昔はこうだったみたいなことを言い出しそうですね。ちょっと鬱陶しいやつねいや、昔はブーメランキャッチするの失敗してて死んでたんだよ俺らはみたいなね。いや、今はいい時代になったな的なことを。あ、なるほど、やっぱりブーメランなかなか使いやすくなってんだな。でもまあいいですよね、ブーメランキャッチし損なってゲームオーバーってあまりにも無情感が出すぎてますもんね。あら、今の声何。あ、海の音か、びっくりした。あ、でもこれウサギ引っかかってるぞ。よ、取っておこう。よいしょ、で右クリックで肉に変えられます。そうだな、ブーメラン作って、そうそう、ブーメラン作ってちっちゃい肉をいっぱい取ってればいいのかも。割と食料問題それで解決しそうだぞ。いいですね。もう29日目ですけれども、なんかね、30日になると一つ目が出るらしいんですけど、どうなんでしょうね。そうだとしたらちょっとウェーバーやっぱり一回テントで寝といた方がいいな。あと槍も強いのもらっとくか。まあこの辺も悩みどころ。そうですね、バトルスピア1本もらっておこう。よいしょ、で使い捨ての槍はここに刺しておこう。なんかちょっとね、こうやって刺してると絵になるんですよねでも確かにこうウェーバーヒゲがあるからかわかんないですけど、あんまりね遠出しても凍えるっていう感じはしないですね。まあいいことです。はい、上の方の拠点は大丈夫かな。まあこの辺で戦おうかという話は一応してるんですけれども、いやー、どうかな、出てくんのかな、ドキドキだな。まあトゥギャザーでマルチプレイでいっぱいっていうか集まってもらってるのもあるし、僕は動画で一つ目倒したことないのでせっかくだから倒してみるかということなんですけれど、それがまたしてもゲームオーバーにつながるのであったというまあそういったことにはならないように一応話はいろいろと
しています。はい、どうしようかな、木切っとこうかな、まあ、これでツリーガードとか出てきたらちょっと笑いますけど、ツリーガードをその一つ目のやつと戦わせるってのも割と有効な手段らしいですけど、あんまりね、僕は巨人が出たらとりあえず拠点から離れて適当にやり過ごそうっていうタイプなので、動画でもほとんど倒したことがないというかあたふたしてる感じですけど、よっ、じゃあとりあえず、あ、なんか牛っていうか象が来た、僕はテント入ります、おやすみ。まあ産地がねちょっとえぐいので100にしておきたいと思います。あ、お腹もうちょっと増やしとけばよかったかな、お腹ゼロになって出てきそう。はい、まあ、そんなこんなでちょっとみんなとはみんなが下で象を飼ってるのを尻目に僕はテントに入っておきます。ということで夜が明けてレイの30日目になりそうなわけなんですけど、というかなりましたけど、来ないかな、大丈夫かな、多分ね鳴き声が聞こえるんですよね、うなり声みたいなのが、多分それがない限りは襲っては来ないと思うので、なんとなく糞あげとこう。うん、出ないってこともあんのかな、まあそれに越したことないですけど、うん、まあ僕はその辺はもう安全に過ごせたらいいなと思ってるのでまあ来なさそうですね今のところ。はい、あ、やばい、来るなこれ今完全にうなり声がやべえ、緊張してきたこれ、これは結構緊張してきたけど、みんなもうあっち映る感じ、映っちゃう感じ、映るか、映ることにしましたいやー来ますね、こうみんな戦闘準備を着々と行っています。もうもしものために、何かあった時のために、おお、みんな叫んでるでかいやつが来る音がするぞっていう感じで、来るか来ちゃうかいやこれ本当にもう対処ミスれば全滅ですからねファイヤーピットももしかしたら、あ、来てる、これ来てるわ、来るか、え、どっちから、方角がわからん、方角がわかんないんだけど、地面揺れてるけど、もしかして拠点の方に、先に拠点の方にあいつもしかして行ってるっていう可能性あるか、ちょっと待って、松明がない、あ、あるわ、ちょっともしそうだったらめちゃめちゃ困る、あ、いた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 けど、いやーまずい、ちょっと待ってあ、いけるいける、引っ張れる引っ張れる引っ張れるぞ引っ張れるぞ、これは大丈夫大丈夫、鍋が一つ犠牲になったけど、ついにやる時が来た、ちょっと待って、僕防具取ってる、あい、いった、範囲広っ